着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はねアトリエンヌズさんの2023年オータム&ウィンターのエキシビションにお邪魔いたしております。はい、もう早速コラボ商品を着ておりますけれども、いかがでしょうか。もう思いっきり色も合わせておりまして、本当はね黒とねグレーと合わせるんですけれども、ちょっと茶もなかなか合うんじゃないかなと思ってトライしてみました。さあそれでは中に行ってみよう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、もう見てください、すっかり秋の装いでございます。はい、これ皆さんが今そうです、お召しのやつですよね。はい、そうです。あ、かわいいですね。はい、改めましてデザイナーの三輪さんです。よろしくお願いします。はい、三輪さんの今お召しのは、はい、ブラウスの袖の部分をぐーっとたくし上げて、はい、ちょっと、はい、パフスリーブっぽい感じにして、はい、でここもねこうやって結んでるんではなくって、はい、さらりとさりげなくしている感じの、はい、なかなか今一押しのブラウスなんですね。はい、こちらリボン付きタックブラウスだそうです。はい、こちらコンポジションを教えていただいてもいいですか。はい、こちらの方がレーヨンポリエステルになってます。レーヨンポリエステル、はい、はい、あ、じゃあレーヨン 100% じゃないからシワにはそんなになりづらい感じですね。うん、多少はなりますけど、ちょっとスチーム当てていただければすぐに解消できるような素材になってます。はい、だそうです。後ろにねこのようにタックが1、2、真ん中がボックスタックになってるんで、あ、真ん中がこういう風になってるんですね。はい、なので割とボリューム感、背中あって身幅がかなりありますので、窮屈な感じもなく、かといって着た時にダボッとしていない、ここがボックスタックの関係でなんですね。なかなか素敵ですね。結構じゃあ分量使ってますよね、生地のね。使ってます。ね、はい、お値段おいくらなんですか。こちらの方が7800円プラス税になります。7800円のプラス税なんですね。はい、これだけ生地をたっぷり使ってる割にはリーズナブルだと思います。はいはい、そして私がね今回ちょっとすごく気に入ってるのがこちらのブラウスなんです。こちら商品名教えていただけますか。はい、リボンタイブラウジングブラウスです。はい、リボンタイブラウジングブラウスなんですけれども、結構ね長めのリボンタイがついていて、で、ベースとなるこちらの部分は丸みのある V ネックになってます。ね、肩の部分にも少しこうギャザーみたいな感じで寄ってるんですが、一番私が気に入っているのがこの袖口の感じと、はい、それからこちらの裾がちょっとバルーンという感じでふわっとした感じの、はい、始末になってるんですね。はい、まず袖のところをご覧いただきましょう。ね、こういう感じでふわっとした仕上がりになっているのと、肩から肩先までこういう感じでギャザーが身ごろ方向、それから肩の袖口方向に向かっても結構だから分量取ってるってことですよね。かなり分量取っていて、うん、共布で裾と袖口をつってバルーンにしているので、こちらですよね。はい、2枚仕立て、はい、こちらの外側とそれから内側、要は表地と裏地が同じ素材を使ってまして、はい、2枚仕立てになっているということです。これもいろいろな、ね、結び方ができるのと、はい、2色展開ですよね。そうです。黒とそれからこちらのベージュ、はい、もちろんね先ほど丹羽さんがお召しだったボリュームのあるスカートにもいいんですけど、パンツなんかにもなかなか合わせやすいんじゃないかなっていうふうに思います。こちらは金額を教えいただけますか。はい、こちらの方が6800円プラス税になります。これ6800円は本当にお値打ちですね。はい、で、コンポジションはいかがでしょう。こちらの方はポリエステル 100% です。ポリ 100%、はい、じゃあもうお洗濯ももうジャブジャブ、はい、はい、ご家庭で手洗いで手洗いで、はい、ネットに入れても大丈夫ですか。大丈夫だと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。このようにねタラリンと下げてもいいし、これから先ねご紹介しますけどこんな感じでここにブローチつけるっていうんでも素敵だと思います。はい、それからもう購入されてる方もいらっしゃると思うんですけれども、ネックツイストニットトップです。こういうねニットの使い方大好きなんですよ、この横に使うっていう。で意外とねこういうニットって伸びていってしまうっていうパターンがあるんですけれども、どうですかそこのあたりは。こちらは通常ニット
ットって下から編んでいくんですけど、はい、横なので、うんうん、あのもうそれ以上縦には伸びない、あ縦には伸びない、はいはい、というわけでだんだんこう成長していくっていうこともなく、これね着るとわかるんですけれども、このまま着るとお腹が見える状態なんですけれども、はい、中にお洋服をお召しいただいた上で、例えば今私着てるようなボーダーみたいなものを中にお召しいただいて、ここが見えるっていうのも一つのスパイスみたいな感じで色をちょっと見せるっていうこともできると思います。こちらはお値段おいくらでしょう。9800円プラス税になります。いやこれで9800円はちょっと、これはあのちょっと頑張ったんですけど、うんうん、糸を本当に使ってるんですね、糸を、はい、なので贅沢なものだと思います。いやその割にこのお値段なの でだってこれ身頃のところまで全てですよね、ボリュームのある袖になっているので、いやこれだから可愛いんですよね。で、うん、あのリブ地なので、はい、着た時にちょっと裾の方がリブが細く見えるんですけど、はい、それと重みでちょっと違うだけで、うん、同じリブの幅なんですね。あそういうその味がやっぱりいいかな。あ確かにそうですね、このあたりと同じ幅で編んでるんだけれども、こちらの方が重みがかかってるから幅ができて、こちらの方が幅ができていない感じ、はい、でもこのリブの感じいいですよね、ちょっとあの海外のブランドのような感じのリブの雰囲気ですね。うん、なかなかこの触った感じもすごくいいし着心地もすごく良かったんですけれど、こちらコンポジションはこちらの方が、三者コンでポリエステルナイロンウールです。ポリエステルナイロンウール、はい、割とねあのよく最近あるあのしっとり系のニットのタイプです。チクチクしないタイプ、そうですね、肌触りがすごくいいです、うん、はい、この今私が着ている素材とはちょっと違いますよね、はい、これは綿が少し入ってるんでしたっけ。そちらは綿ではなくて、そちらも、4社コンぐらいなんですけれども、ポリエステルアクリルナイロンウールです。ポリエステルアクリルナイロンウール、はい、どっちがどう風なのかちょっと分からなくなってきたんですけど、あのウール100のものよりちょっと防染紙を入れているので接触、うん、感が緩和されていて、はい、肌触りがすごく滑りが良くていいと思います、はい、あの意外とウール 100% のいいわと思われている方多いかもしれないんですが、意外とウールはチクチクしやすいんですよね、はい、特にこういうネックのあたり、このタートルネックだったりとか、こういうクロスネックになってたりとかするとやっぱり首元が痒くなったりするの嫌ですよね。なのであの人によるかもしれないんですけれども、肌触りとか考えると最近はすごく糸も発展してて、うん、こういったあの防染紙使ったものでもすごくいいと思います。はい、私も最近ねそれはすごく自分で着てて感じます、はい、うん、すごくいい肌触りだし着心地いいし、で意外とそんな重くないですよね。そうなんです、はい、分量これだけ使ってるとすごい重い感じがするんですけど、はい、実は軽いです、はい、こちら色味が2色ですね、はいはい、テラコッタとグレーです、はいはい、素敵ですね、はい、多分これねテラコッタの方は、まあ、オータムさんに、まあ、ぴったりだと思いますし、こちらは、まあ、ウィンター系の方、まあ、サマーさんにもギリギリなんとかいけるかなっていうような色味ですね。はい、そして今私が着ておりますコラボの、ね、商品です、まあ、まあこれあんまり今日はさらりといきましょう、はい、色違いのこちらの黒とグレーのパターンと、それから今着てますボレロがこちらの黒とそれからオフホワイトの2色でございます。今このように私肩を落としてセクシーセクシーじゃないですね、はい、こんな感じでちょっとあのニュアンスを作っておりますけれども、はい、配色ボーダーニットトップの方が6800円プラス税、はいはい、ニットボレロの方が7800円プラス税になります。はい、分量がねやっぱりボレロの方が背丈が割と短いので、そんなに分量使ってないかなと思われるかもしれませんが、しっかりこのあたり立体的な編みなので、はい、意外と糸使ってるんですよね、はい、というわけでかなり立体的であの素敵な雰囲気なので、ボリューム感があるんだけれども丈が短い、でもしっかりと糸を使って着やすい状態にしているっていうボレロと、こちらをご紹介いたしました。配色ボーダーニットでした。そしてね、私これちょっと今回ねご紹介したい、はい、こちらアルパカの
カーディガンでございます、はい、これもね丈感がすごく可愛らしいのと、こうやってるよりも着てる方が可愛いんですよね、はい、はい、ちょっとね私着てみましょうか。ですね、こちらはあの裾に向かってちょっとあのすぼまった感じで、はい、着た時のフォルムが本当に可愛くて、うん、本当はねさっき の, あのグレーの方のボーダーの方に合わせたいところでございますが、はい、いかがでしょうか。でこちらは、手編みです。手編み、はい、はい、ペルーのアルパカを使った手編みになります、うん、はい、これはアルパカなので基本的には天然繊維 100%、はい、プラス少しだけ入ってますか、安定させるために。そうです、芯にナイロン紙を使って、うん、そこにアルパカの原毛を巻いてる感じですね、はい、はい、今ね私素肌でこうやって着てますけれども、まあ、基本的には長袖を着てお召しいただいて、はい、こちらを羽織るというような感じになると思いますので、まあ、基本的にはそんなチクチクしないというふうに思っていただければと思います。はい、あとはもう持っていただければ分かるほど軽いです、うん、めちゃくちゃ軽いです本当に。これはお値段おいくらですか。18,000円プラス税になります、うん、はい、ちょっとだけね通常のものよりも高いかもしれませんけれども、はい、なかなかこの軽さ丸めてもすごくちっちゃくなりそうな感じで、うん、ちょっと丸めてみましょうか、はい、身頃もそうですが、うん、袖もボリュームたっぷり、そうですよね、はい、すごくニュアンスのある羽織物、うん、あのすごくエアリーというか、はい、空気が入っているような感じなので、はい、こんな感じで本当にちょっとご旅行に行くときにもちょっと入れてもうギュッとしてもふわっと元に 戻してくれるっていうようなそんなカーディガンです。はい、最後にもう一つこのワンピースをご紹介させていただきましょう。こちらのワンピースですね、はい、ベストとそれから A ラインのワンピースがセットになっているというようなものなんですね。これは素材はどんな感じでしょうか。こちらも4社混でポリエステル、はい、アクリル、ナイロン、ウールです、はい、なので先ほどのボーダーのニットと同じ、うん、同じ、はい、ありがとうございます。こちら中のワンピースがちょっとボートネックぐらいな感じのラウンドネック、そして A ラインなんですね、はい、少しね、そうですね、はい、なので着ていただけると分かると思うんですけども、うん、体の線を本当に拾わない、うんうん、あのふんわりと着ていただけるラインになってます、うん、なかなか可愛いワンピースです。もちろんこのねベストだけでもお召しいただけるし、はい、このワンピースだけでもお召しいただけるし、この横のところがちょっとねリボンを結ぶような感じでこのように結ぶパターンとタラーンとこう落としてお召しいただくパターンとということで18,000円とおっしゃってましたっけ。12,800円、割とリーズナブルですね、はい、2点セットなのに、ね、はい、だそうです。ブラックとベージュの2色になります。はいはい、それではちょっとご紹介したいと思います。覚えてらっしゃいますか、こちらの昨年の秋冬の女優コート。これもなかなかね薄くて軽くてあったかいっていうものでしたよね。そうです、はい、昨日綿を使ってますので、はい、発熱蓄熱で、はい、あったかいです、はい、で結構長さもあるので私がよく言う三段活用みたいにあのブーツ、スカートコートっていうのが三段になったりとかしないいい代物なんですが、今年は新しいものも出ました、はい、2色こちらのコートでございます、はい、ベージュと黒でちょっとまあ軽快に、先ほどの女優コートだと自転車に乗ったりするのはちょっと厳しいかなっていうところがあるんですけれども自転車で駅までとかお迎えにとかっていうような時にすごく重宝な感じがします。なかなか軽いし、とにかくこの下の素材は綿入ってないんですよね。あ、そうなんですけれども、はい、こちらの方が綿の下にちゃんと綿入ってるので、はい、あの暖かさはキープしてます、はい、全身ねこちらのキルトになってしまうと割となんかこうボテッとした印象になるかもしれないんですけれど中にこのように、はい、キルトがちゃんとありますし裏側にも、はい、こういうような感じでキルトの上にこちらのシャカシャカ素材がかぶさっているような状態でちょっとワンピースのような雰囲気ですよね。こちらもちょっとミニ丈のワンピース、これね私ちょっとこうピタッとした感じのパンツにブーツっていうようなのがねなんかイメージにあるのでまたねでハイネックのねタートルを着てここからちょっとこう出てみたいなそんな可愛らしいイメージで、ちょっと今度着たいと思います。はい、こちらお値段を教えていただけますか。こちらが16,800円プラス税になります。こちらもお値段お安い、お安いというか優しいです、はいはい、サイズも M と L、はい、M と L と2サイズ、はい、あの前こちらはあれでしょうねトールサイズがあったんですがです、はい、こちらも特にあの背丈の差はなく、あ、背丈の方は2センチ
あ、M よりも L の方が2センチ長い、はい、ということですね、はい、なのでトールな方もこちら L で対応できるということです、はいはい、さあもう可愛いでしょ、はってこうもうなんか埋めて顔をうずめたくなるような感じの、はい、こちらラパンちゃんですよね。あ、ボックス、あ、ラパンちゃんのところです。フォックスです。すみません、フォックスって言ってるつもりがラパンって言っちゃった、ごめんなさい。大丈夫、失礼しました。はい、あのフォックスちゃんです。サガフォックスですよね。はい、サガファーで、黒とそれからちょっとね、ピンキーに触れたすごく可愛らしいベージュなんですね。ちょっと微妙に青み系も赤み系も両方入ってるような感じですよね。そうですね、なので一応あの色名はウェブの方ではグレー状になってるんですけども、はい、特に天然比較なので、うん、光の加減とか傾き加減で結構色が、はい、変わる感じですね、はい、でこういうあのあまりこう存在感がない方が余計可愛いと思うのでちょっとこういう、はい、紐タイプになってロープみたいな感じになってるものなんですけれども、中もねこれ自体もすごい軽いですね、はい、はい、で中はマグネットが付いているので閉じられます、はいはい、こちらがね隠してあるので、はい、あの目立たないんですけど、こことここに入ってて、はい、ふってこうつく感じですね、はい、磁石ふって感じです。中に、ポケットが、はい、ポケットが入っております。はい、私の手が、3分の2ぐらい入るような状態のポケットなので、こちらにパスも入れたりイコカ入れたりいろいろできます。はい、はい、スマホも入りますね、はい、そしてねこれもね去年ありました、はい、で色がちょっと前回はグレーだったんですけど、はい、今回は霜降りですね、グレーとベージュの木で、はい、こちらと同じファーをなのでこちらの配色ニットの黒とグレーの方と合わせるのもすごい素敵だし、はい、こちらはもうバッグと合わせるのも素敵で、こうですね、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。これはこれでまた、まあ、パーティーシーンとかにもねこれから、はい、クリスマスのシーンなんかにも素敵だと思います。これ可愛いです。これちなみにおいくらですか。6000円プラス。まあそれはそうですよね。の割には割と頑張っていただいてありがとうございます。でこれはもうすでに完売、グレースの方は完売してるんですけれども、あまりにも皆さんのご要望が多いので、うん、オーダー制で、はい、あの再生産を今しております。オーダー制だということなので、はい、ぜひご興味のある方は直接、私欲しいと言っていただければ、はい、オーダーさせていただきます。こちらはもう普通に販売して、はい、大丈夫です、はい、まだあります、はい、こちらも金額をお教えいただけますでしょうか、はい、こちらの方が14,800円プラス税になります。14,800円プラス税ですね、はいはい、一応初めてご覧いただく方にどんな感じになるのか、はい、ここにね一つ指が出るような感じに、はい、ホールが開いてますので、私あの腕が長いのでここで止まってますけれど、多分皆さんもうちょっと行くと思いますのでご安心ください。ここ寒いじゃないの五十嵐さんって言われない、皆さん大丈夫です、ここまで来ますのでご安心ください。でこれがねここに外しが効くっていう、はいはい、あのなかなか手ぬぐいのこなれたやつという感じでございます。はい、あのチェンジしまして、はい、もう早速、お話をさせていただくんですけれども、スカートに行く前にご紹介したいのがこちらの、はい、カーディガンなんですね。見てください、これこのカーデ、このねくるみボタンが可愛くて、でしかもね色がねこうだんだん濃くなってグラデーションになってるっていうね、ボタン好きにはたまらない。意外といるんですよねボタンフェチ。そうです、そうです、そう、実は私ボタンフェチで海外とか行くとボタン屋さんにずっと入れるっていう人なんですよ。特にアンティックボタンとかで、ね、好きなんですけど、まあ、話はさておき、はい、こんな感じの可愛らしいコロンとした感じのカーディガンです。何か特徴も教えていただけますか。こちらの方は丈感が、うん、あのボタンを選ばない、うん、あのスカートでもパンツでもいけるような丈感で、うん、1枚でも着ていただけるようになっています。はい、ありがとうございます。で割と軽いですよね、はい、コンポジションは何でしょうか。こちらは五社コンでナイロン、アクリル、ポリエステル、ウール、ポリウレタンです、うん、はい、割とたくさん入ってるんですけれども、ちょっと
ウールっぽく見えますよね、はい、パッと見がふわっとしたウールの印象のものです、はい、あのこれぐらいの丈感のものでね、まあ、閉じてももちろんボタンが目立って可愛いし、開けてお召しいただいてもワンピースなんかにねさっとお召しいただいてもこうニュアンスが出るようなカーディガンなんじゃないかなというふうに思います。で、2色なんですけれども後でちょっとご紹介してこのままこの下のスカートに、行きたいと思います。ちょっとねあの先ほどブラウスでもご紹介しました袖口とこの裾のところがバルーンになっているっていうのと同じようなスタイルで、はい、このように裏地と表地がこうつながった感じにしてふわりとバルーンのタイプ。今回バルーン結構出されてますけど何か意図は？あのやっぱりちょっとふんわりしたフォルム自体があの甘めな感じで、でもそんなになんか甘すぎないような感じっていうのを出したくて、はい、バルーン系を結構出しました。そうですね、なのであの張り感のない素材で作っているから甘めが少し軽減しているっていうところですよね、はい、なかなかよく見ないとそんなにバルンバルンして、うんうん、膨らんだ感じにはならないので、はい、なかなかいいですね。ちょっとね透け感のある素材なんですよね、はい、でこの中の水玉みたいな感じに見える中がちょっとねお花の柄みたいな感じになってて、見方によっては角度によっては消えて出てくるみたいな、なかなか面白いで、ちょっとね洋流のようなシャリシャリ系な素材なので今の時期ちょうど良さそうな、そうですね、はい、素材感です。こちらのお値段を教えていただきます。9800円プラス税になります。9800円プラス税なんですね、はい、なかなかあのちょっとしたパーティーシーンなんかも今年ねちょっとシャギーなものとかも流行ってますので、はい、そういうものと合わせてもいいし T シャツみたいなものに合わせられてもいいかな。でちょっと軽くねこのようなカーディガンを羽織られるっていうのがおしゃれなんじゃないかな。で足元今このミュールで合わせてますけれどもブーツで合わせられるのも可愛いですよね。すごいいいと思います、はい、あのストンとしたまっすぐなブーツにここがふわっとしててそこがなんかなかなか乙女心をくするようなデザインじゃないでしょうか。はい、というわけでちょっとあちらに移動したいと思います。はい、今のカーディガンの、はい、色違いがこちらの、はい、グリーンなんですけれどもグリーンの方は、グラデーションじゃないですね、ちょっとここは真ん中が濃いボタンが入ってます。そうですね、ちょっとこちらの方は遊んでみました、うん、はい、ということですね。サイズは M と L、 M と L、はい、ございます。でこちらのスカートも M と L、 はい、そうです。やっぱり丈感はどれくらい違いますか？カーディガンの方の丈感は、はい、2センチなんですけれども、はい、スカートの方の丈感が5センチ、5センチ、はい、はい、で5センチ長くしました。結構長く、はい、はい、じゃあ、まあ、身長の高い方もそれなりに長くお召しいただける、はい、ということだそうです。はい、はい、というわけでね早速ここに来ました。今私も、はい、チェンジして履いております。素敵でしょ。で丹羽さんもどうでしょう、黒をお召しいただいてますがこれ私たち L を履いてまして、で割とこれたっぷりめなんですよね、はいはい、サイズ的にも少し、まあ、後ろがねこうゴムになっておりまして割とこう余裕のある感じで作って、はい、結構いろんなサイズまでいけるかなって思います。ですね。でタックが結構入ってまして、はい、前も後ろも入っているので割と例えばお尻周りが少しふくよかな方でもきちんとこう包み込んでくれるかといって包み込んでくれて大きく見えるってわけではなくて、はい、ここに切り替えがあるのでちゃんとねハイウエストになってウエストも絞られてふわっとしたロマンチック大好き女子にはもうたまらない、はい、一着でございます。なかなかこれね商品名がキルト風ジャガードスカートということで、はい、中にちょっと綿が入ってるようなキルティング風に見えるんだけれども折り柄、はい、折り柄です、はいはい、なかなかこのオフホワイトも温かみのあるオフホワイトなので、まあ、いろんな着方ができると思います。あの丹羽さんみたいにこういうブラウスと合わせるっていうの場合はもう黒の方がより締まる感じがするし、このようにタートルネックのニットと合わせてちょっとこう甘辛ミックス的な感じで合わされるのも素敵だと思います。はい、こちらも M と L があってこの差がどれくらいですか？結構長さありますよね。はい、丈は3センチ、はい、でこれ先ほども、ね、お話ししてかなりこう深いポケットになっているので、はいはい、あの物を落としたりとかっていう心配もあんまり入れてほしくないですけれども、はい、あのあまり入れてほしくないですけれどもこのように、深いポケットになっているので、はい、なんとなくこう安心して手も入れたり手ぐらいだったりですね、はい、入れておける感じです、はい、
はい、早速出てまいりました。先ほど一番最初に私が、はい、着ておりましたこちらのイレギュラーヘムプリーツスカートでございます。まあ、ヘムっていうのがね、このね裾のことを言うんですけれども、はい、通常だったらね、なんでイレギュラーかっていうと、長さがこのように違うからイレギュラーということなんですね。はい、このように皆さんにたくさん購入いただきましたボレロと同じ素材でできているものを配しまして、しかもこの切り替えというものも作って、なかなか表情のあるスカートを作らせていただきました。こちらも M と L なんですが、この差はどれくらいありますでしょうか。こちらの方が3センチですね。はい、同じくじゃあ こちらのキルト風ジャガードスカートと同様3センチの差で、同じく金額も、1万飛んで800円、税込みで11,880円というのがこの2つ、こちらのイレギュラーヘム、プリーツスカートと、キルト風ジャガードスカート入れた、はい、同じ金額です。こちらね、2色なんですけれども、このパンツは一見ね、こうやって見るとスカートっぽく見えるじゃないですか、巻きスカートっぽく、はい、このようにパンツなんだけれども、はい、ウエストの部分から右側の端のそのサイドのところまで、1枚カバーされている。で、後ろから見ると普通にワイドパンツというようなものなんですが、商品名を教えていただけますでしょうか。はい、レイヤードワイドパンツです。はい、レイヤード。ここだけがレイヤード。長さとしてのレイヤードではなく、巻きスカートっぽい感じの このこちらとのレイヤードということなんですよね。はい、黒とそれからブラウンがございます。はい、これも M と L で、この丈の違いはいかがでしょうか。こちらはちょっと高身長さん向けに4センチ差をつけております。4センチ、はい、ウエストが、後ろの部分がゴムになっています。なんか最近結構ゴムがしっかりしたゴムになってきてます。特にこちらは幅が広い、はい、はい、はい、この素材なかなか落ち感があっていいですよね。はい、とても綺麗にシルエットが出ます。なので、あの、体のラインを拾わないタイプですよね。ちなみに今のパンツ7,800円プラス税でございます。すごい。これ素材って、素材のポリエステル100です。割としっとりした感じの重みのある感じなので、重みがあるからこそ落ち感が出るというような、素敵な。はい、最後にね、一つね、ちょっと面白いものをご紹介したいと思います。はい、こちらなんです。はい、大きなケーブル編みがここに真ん中にドーンと配されていて、ワンピースって一瞬思うかもしれないんですけども、ジレなんですね。例えばね、今私が着てるようにタートルネックで、もちろん長袖のものを中にお召しいただくこともいいし、あと今ぐらいの時期だとシアー感のあるブラウスだったりとか T シャツみたいなものを中にお召しいただいて、しかもね、まあ、後ろをご覧いただくと分かるんですけれども、ここにまあ切り替えがしてあって、かなり A ラインなので体のラインをちょっと隠したいなとか厚着したいなっていう時に重宝する一つなんじゃないでしょうか。なかなかね、オフタートル的な感じの、襟元なんですけれども、かわいいですね。これ前はこういうニット素材ですけれども、まあ、サイドから後ろにかけての素材は割とこう伸び感がありますけれども、はい、カットソー素材です。しかもね、ちょっと、このように先ほどね、イレギュラーの話しましたけれども、ちょっとね、長さが、前の方に、向けて長くなっていて、でかといって後ろが短いというわけではなくて、ある程度な長さがあります。いかがでしょうか。私でこれぐらい、膝よりもちょっと上ぐらいの長さなので、それこそ、普通にタイツみたいなものを履いてブーツ、それから中に薄手のニットだったりとか T シャツみたいなものをお召しいただいて、上にコートをお召しいただくっていうのもまた素敵なんじゃないでしょうか。
色はこちらのオフホワイトとダークグレーですね、はい、ダークグレーは後ろが黒の素材ですね。お値段教えていただけますか。こちらの方が9800円プラス税になります。はい、9800円プラス税です。なかなかこれ珍しいですよね。そうです ね、ただなんかすごく可愛く出来上がったので、うん、はい、ぜひぜひ皆さんなんかこれなんかさっきのこれの中にお召しいただいて、はい、で、ぴったりしたパンツに、ブーツっていうで、はい、自転車こぐっていう感じでいかがでしょうか。はい、以上現場からでした。皆さんどうですか今回の作品たち。そうですね、それぞれ個々可愛い子たちなんですけれども、うんうん、今回展示会させていただいて評判もいいので今すごく嬉しい感じで、はい、皆さんお迎えしております。ありがとうございます。まあ、美輪さんと私は好きなものが結構共通している、お酒が好きとかいろいろありますが好きなのね、お洋服のシルエットとかも出てたりとかするんですね。はい、はい、そんなわけでね、あと共通なところはね、なんとかの子たちみたいに、やっぱりね擬人化するところなんですよね、はい、ついついやっぱりお嫁に出すような気分で、私たち商品を扱わせていただいて大切に皆さんにお届けしておりますので、大切に扱っていただきぜひ末永くお召しいただけたら嬉しく思います。はい、はい、というわけでよろしいでしょうか。ありがとうございます、はい、それでは3、はい、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫とアトリエデザイナー庭でした。はいはい五十嵐薫とアトリエノズの庭でした。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。